皆さんこんにちは、ボンドチャンネルです。 G パフォーマンスです。今回はなんと前回カリナンのフルマン作りますよっていう動画でお届けしたんですけれども、はい、なんと引き続き飯村店長がこの G63 をワイドスター組んじゃうということで、はい、こちら入庫してございます。もう一体どうなってるんですか2台同時にワイドボディのいやもうプロジェクトが進むっていう、1日に2往復はちょっときついよね。いや恐ろしいですね。で今回のちょっとベース車両のちょっと紹介だけバババッと、はい、で今回のベース車両がこの G63 G63 って普通に言ってますけど、新車で2300万ぐらいですよね確か。そうですそうですでしかもこれさっき動画撮る前にちょっとバババって見て、うんうん、びっくりしたんですけど、これ限定車、いやこれは限定車じゃなくて、あの今最近選べるマニュファクトゥーアープログラムプラス、はい、あそういうのがあるんですか。そうだからその背面の周りが真っ白になってたりとか、はいはいはい、あと内装がちょっと変わった色になってたりとか。あそうなんですか。じゃあちょっと限定車チックにそうカスタマイズできるというか。そう道理でだからマニュファクトゥーアーで見たことない色だなと思います。ちょっとかっこいいんでその辺をちょっと軽く紹介したいと思います、はい、でもうボディダイヤモンドホワイトですか。です。で内装がそのマニュファクトゥーアーのだからこのグリップのところにロゴが入ってるんで、ああ助手席のね、はい、そう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 限定車の方かなと思ったらそうじゃないんですね。そうです。内装そのおかげというかでかっこいいですねこれ。かっこいいよねこの何とも言えないなんだろうねアンスラサイドチャコールグレー。確かにチャコールっぽいですね。めちゃめちゃかっこいい。かっこいい。これもじゃあワイドスター組んだらちょっとなんか全然見劣りしないというか。そうね。いい感じに仕上がりそうですね。だと思います、はい、でその限定じゃないや、その特別仕様的なのはこの内装とあと背面タイヤ。背面タイヤはそれはオプション普通に。あこれオプションなんですか。そうじゃあこうお客様のセンスでこう真っ白白がいいなっていう。そう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 。なるほど。でこれを今回ワイドスターを組んじゃう。組みます。なんですけど普通に組まないですよね。組まないっす。なんとツートンカラーで、はい、白黒に。でどんな感じでツートンなんですか。とりあえず下、はい、前後バンパーオーバーフェンダーは黒。じゃあイメージ的には以前作ったあのシャドウみたいな。そう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 。下回りの出っ張ってるパーツが全部黒になります。なる感じ、はい、だでこの辺はここをねどうしようかなと思う。これ初めてだから、はい、まあ、ここはあのブラバスのカーボンスペアタイヤカバーがつくんでここ自体はカーボンになるんですけど、こっちをね、まあ、そのままとりあえず行ってみて状況次第で、まあ、黒くする。なるほど、まあ、これ単体で外したいもできますからね、うん、後でも調整なんかできるんじゃないかなと。こんな感じですか。あとはあと気になるホイールの方は、まあ、ホイールは先に言っちゃいます。後にします。はい、いいですよ。先に言っちゃいますか、はいはい、今回は1221の23インチ。なるほど。を履きます。ちょっとフィニッシュデザインはちょっとお楽しみにしておきましょうか。そうですね。それもじゃあ飯村セッティングでバツバツの感じで、はい、やります。で23インチっていうのも絶妙なサイズチョイスは飯村さんチョイスで、はい、4にしないのはこうタイヤ この厚みがちょっと見た目的なもの。ああそう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 。まあちょっとその乗り心地の面とか、まあ、このお客さん自身もあの僕らより大先輩な方なんで。あそうなんですか、はい、なるほど。なんで、まあ、そういう面でも乗り心地の面とかあの使い勝手の面とか優先して23インチで大人な感じというかちょっとジェントルな感じに、はいはいはい、あえてこのバツバツの24インチ入れちゃうんじゃなくてで1個控えめの23インチで、はいはい、ちょっとこの辺もかなり楽しみな仕上がりになりそうです、はい、あとプラスアルファで結構いろいろやるんですよね。そうね、今回はその最初に言われた通り限定車というわけではないのでそのナイトパッケージって言われるインナーブラックのヘッドライトとかスモークのウィンカーとかがついてない車両なんでその辺を、交換して。ナイトパッケージってオプションとかでも選べないんですか。ナイトパッケージは今現時点だとオプションで新車時に頼めるのは AMG 東京のみ。あそういうのがあるんですか、はい、AMG 東京で G63 を買えば、まあ、ナイトパッケージも選べるしさっき あのバンパーとかフェンダーとか黒くするっていうのも選べるし。あそうなんですか。そう通常カタログにないカラーも何色か選べるんでただそれはそこで新車をオーダーしないと
選択ができないんで、そういう縛りがある、はい、なんで今回は後からでも後からできちゃうんですね。まあできちゃいますね。なるほど、まあ、じゃあ今乗られてる方でももちろんナイトパッケージ仕様っていうのも後からできます。やりたいっていうのを相談していただければ、はい、名古屋店でできちゃう、はい、あとプラスのパースとしてはボンネットパワードームと、はいはいはい、あとルーフ関係はどうなるんですか。ルーフ関係はつけないです。はい、じゃあいつも通りというか、そうですね、はい、な感じで。あと気になるところとしては足元のこのキャリパーが、キャリパー塗ります。はい、ちょっとやっぱり赤は、なるほど、今回の場合はじゃあカラーはそれはお楽しみってことでいいですかね。はい、はい、そんな感じでお届けしたいと思います。というわけで制作シリーズまた順を追ってご紹介していきますんで、ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。